CAM シップ、または、カタパルト装備商船とは、第二次世界大戦前半に、イギリス海軍が運用したカタパルトを装備し航空機1機を搭載可能にした商船のことである。カタパルト上に搭載されたハリケーン第二次世界、大戦開戦以来、1940年半ばまでに、北欧からスペインに至るヨーロッパ沿岸が、ドイツ軍の勢力下に入り、沿岸の基地から発進した。 長距離航空機がイギリス輸送船団に対する重大な脅威となっていた。自軍の航空支援も得られず、護衛空母も未収益という状況下で、船団はドイツ軍の航空機や航空機に誘導された U ボートによって次々と沈められていった。特にドイツの長距離偵察爆撃機による被害は多い時には突き当たり約10万トンに上っていた。この状況に対して、 イギリス軍は十分な数の護衛空母が収益するまでのつなぎとして一部の商船にカタパルトと一機の戦闘機を装備し戦団上空に飛来するドイツ軍機を撃墜しようとした。はじめに商船3隻と水上規模艦、ペガサス、特務艦1隻の警護隻にこの改造が行われ戦闘機カタパルト艦と呼ばれた。これらは海軍隻にある軍艦として 海軍機を掲げ、海軍将兵により運航された。このアイデアの正しさが証明されると、商船50隻を改造する計画がスタートした。これが CAM シップである。CAM シップへの改造は、船首から第1ッチにかけてのカタパルトの設置などで搭載された航空機には、イギリス空軍昇船戦,戦闘機体のパイロットが乗り込んでいた。しかし、 航空要員以外の乗員はすべて民間人で、戦争にも通常の貨物が積載され、国際信号機で危険物運搬中を示す B 機を掲げただけで、あくまで民間船として運航された。その後、護衛空母の簡易版の MAC シップや、正規の護衛空母が配備されるにつれて、その必要性は薄れ、改装は35隻で終了した。 生存した船は通常の商船に再改装されたという。船団上空に敵機が飛来すると、船団内の CAM シップから戦闘機が発進し、搭載燃料の許す限りで敵機の捕捉撃墜を行う。しかし、CAM シップには着艦設備がないため、発進した戦闘機は付近の味方基地へ向かうか、船団の近くにパラシュート脱出。 または、不時着水しなければならなかった。そのため、せっかく敵機を撃退しても燃料切れで墜落したり、脱出した乗員が救助される前に溺れたりして、命を落とすケースもあった。CAM シップ搭載戦闘機による発戦火は、1941年8月、初旬に、小船、マプリンから発進したハリケーンによるもので、その後、年末までに6機を撃墜した。 その他の CAM シップ搭載戦闘機による主な戦果には以下のものが挙げられる。ありがとうございます。